このバラ喜んでくれるかな。チャオチャオアモーレ。この声は僕のアモーレ。アモーレ。ベンベヌート。アモーレバチト君、今すぐ会いに行くよ。嬉しい。この花をグラッツミーレ。今回の主役は女優ではなく料理研究家の飯塚ひろ子さんです。とってもチャーミングな飯塚さん、ローマで暮らしていた時に覚えた本場イタリアの家庭料理を教え続けてもう30年になります。とびっきりの明るさはまさにイタリアのまんま。パチッとしたこの綺麗なアイライン、大ぶりのイヤリング、そしてなんといって皆さんこの失礼いたします、この素敵な網タイプでございます。よくこうなります。タイムレスキッチン会のですね、峰藤子さんでございます。ルパンですか。藤子さん、ありがとう。そんなひろこまんまの得意料理が大きな器で焼き上げる熱々のラザニアです。世界で一番ではなく2番目に美味しいという寒い時期にぴったりのごちそうを教わります。お邪魔いたします。はい、どうぞどうぞ。ベンベルート。でも開放感がありますね、この全面の大きな窓。そう、こちらも窓になってるんです。窓になってんです。だから全部窓なんですけどね。またもう南からの日差しが全部入ってきて明るくて、ね、調理台が真ん中にドーンと、あくまでやっぱここの主役と言います。これですよね。そうですね。やっぱりお料理をさせるぞという、させるぞという。これは家庭でイタリア料理を作るときに使う調理器具と、そうですね、これなんですか。これ、これポテトマッシャーってあのほらニョッキだのなんか作るときにこれを使うんです。うんうん、はいはい、じゃあかぼちゃでもなんでもニョッキ作ろうと思ったらこれで作れるわけですね。じゃがいもだけではなくて、そう、香りついたらかわいいでしょ。どういう機能があるんですか、これ。そう、混ぜる機能作るんですよ。ただ遊びよね。あ、そういうことですね。うん、これもなんかイタリアっぽくていいですね。そうね、うん、これ屋台で買ったんです。屋台で。飯塚さん自慢のイタリア料理がラザニア。覚えたのは夫の海外赴任に伴いローマで暮らしていた30代の頃。言葉も通じない不慣れな土地で飯塚さんの不安な心を癒してくれたのが、家に招いては料理を教えてくれた隣のアドリアーナさん。得意料理がラザニアだったんです。ひろこ、今日はラザニア作るからお前見に来いと言って、もう私はそんなイタリア語わからないのに、まあ、しょうがない辞書持ってそこのうち行って、うん、それで見せてもらって、感動でしたね。これはアドリアナさんのうちでね、あの教えてもらって食べたラザニアってのは忘れなかったですね。ものすごい衝撃的でした。飯塚さんをイタリア料理の世界に引き込んだ世界一美味しいラザニア。手打ちパスタ、ミートソース、ホワイトソースを重ねて焼き上げる濃厚な味わい。教わった通りに作ってもあの味には絶対かなわないんですって。ラザーニア作ったことあります。あのもう本当こんなお恥ずかしいんですけれども、家でよく作るんですよ。あ、そうですか。でなおかつうちの嫁がですね、唯一私が作れるのはラザニアだっていうぐらいラザニアをすごく積極的に作ってくれるんです。今日はちょっとまた違うイメージかもしれませんけれども、イタリアのローマの、はい、ラザニアを作りましょう。はい、でここに材料がありますけれども、小麦粉、まんま、すみません、生地から作る。はい、もちろん僕大体の乾麺で箱になっててですね、茹でるやつ、もしくは茹でなくてもそのまま作れるっていうのをよくうちの嫁は使ってるんですけど。なるほどなるほど。そんなのはもう全然違うんですね。違うんです。やっぱり打っていただかなきゃまんまの味にはなりません。まんまの味、わかりました。この真ん中にこれを乗せてください。出してください。台とか出すんじゃなくって、ここで、ここでやりましょう。これ出しちゃっていいんですか。はい、出しちゃってください。バーッと
男らしく豪快に。親に怒られそうな感じします。はい、はい、こちらも、はい、こちらも、はい、で強力粉、はい、薄力粉混ぜました。それで混ぜていただいたら、はい、混ぜるこれをちょっとはい、お山のようにしていただいて、こう混ぜていいんですね、はい、火山のように穴を開けていただいて、もんじゃ焼きのもんじゃの土手の、そうそうそう、土手を作っていただきます。でそこに卵を割って、はい、はい、割りました。そう、おかっこいい、そうやってやるか、さすが、出てるのか、うん、お男らしくていいわ、素敵ね、はい、うん、はい、はい、3つ入れました、はい、お塩を、2つまみぐらい入れてください。2つまみ、はい、分かりました、2つまみ、うん、それでこれで、はい、オリーブオイル大体ね、そうね、大さじ1目安かな。ここにオリーブオイル入れちゃうんですか。入れちゃうんです、うん、ははその方がね、こねやすいです。こねやすいということはまとまりやすいということですか、うん、それで手に油を吸ってくれるので手のためにも綺麗になるし、あら、ひろこまんまのその持ち肌の手はオリーブオイルが作ってるということですね。そうよとか言ってで、そこでフォークでよく混ぜてください、はい、これはまずこの中で混ぜる、混ぜてください。そうするとね、粉がそこの中に自然と入っていきます。なるほど。徐々に入っていきますので、はいはいはい、そうするとね、もたーっとしてきます、粉が、はい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 、あ、もたっとしてきましたよ、これ、だいぶこう、もっと水分が、ね、ちょっと重くなってくるでしょ、はいはいはい、で、ある程度混ざったら、全部一緒にこねちゃってください。それで、そのフォークのところをしっかりしごいてください、はい、さすがね、うまいね、はい、はい、オッケー、はい、ありがとうございます、はい、あともこれ、そう、それで一生懸命こねていただきます。なるほど。イタリアはほら、まな板がなくて、はい、大理石なんですよ。あ、天板自体がですか。だからそれで皆さんこねたりしてますけど、はい、今なかなかね、そういうことをする人が少なくなってきましたけどね。イタリアでもですか。そうなんですか、うん、粘土遊び大好きでしょ。はい、大好きです、ね、今でも子供と一緒にやったりしますね。そうでしょ、はい、ね、でこれをね、こうやって、ね、中にっての入れていけばいいんです。中にそう、こういう余ったのは、あ、きれいに丸めていただいて、濡れ布巾をかぶせていただきます、はいはい、あ、これまだ先生、ムラがまるこの状態でもって大丈夫なのよ、うん、大丈夫なのよ、ちゃんと入るからね、はい、これ濡れたのでかぶせていただいて、はい、ちょっとお休みよ、あ、おやすみっていう時は何て書いてあるよ、ボナセーラね、ボナセーラ、ボナセーラって言ってね、シベリアのプレストね、だ、後で早く会いましょうねってことで、シベリアのプレスト、アモーレ、ラザニアの味の決め手は手打ちパスタだけではありません。手作りのミートソースとホワイトソース、たっぷり作るのが美味しさの秘訣です。トマト缶、これが定番ですからね。これすごい量ですね、うん、すごい量なんです。何缶ぐらい、400の、はい、あれを4つです。4つ、ね、すごいですね、この量で。お肉が、はい、これ牛の赤身です。やっぱ脂が少ないお肉の方 がさっぱりしてます。さっぱりして、うん、もたっとしないです、あんまり。で、オリーブオイルがやっぱ体にいいですからね。オリーブオイルで大さじ3杯分ぐらいかな。あ、そこに火を入れましょう、はい、うん、はい、あ、そこにニンニクを入れていただきます、はいはい、ここにニンニクを、はい、で、だいたい入れていただいたら、それでこれを香りが出てきました、はい、ちょっと香り、はい、細かいやつは色変わってきましたね、はい、そしたらね、これ全部入れちゃってください、はい、ドバ、うん、これでも玉ねぎもこのまんまって意外ですけども、火加減はこの強火でやってください、ね、強火のままでいいんですか。それでこれ、あ、これを入れます。あ、これも入れます、はい、はい、大丈夫です、ね、先生すっごい跳ねますよ、大丈夫ですか。寝巻きですから今日それでこれを入れます、はい、もうお肉入れちゃうんですか。入れちゃって、ああ、なるほど。で、よく炒めてください、うん、できた。あ、もうでもいい香りしますね。何、ね、でしょうこれ、うん、やっぱりニンニクとそのオリーブオイルのいい香りですよね。あとこの赤身のお肉のさっぱりとしてるけれども香りが立ちます ね、うん、脂のあるお肉違って、うん、で、これに大体炒まったらこれをドバッと入れちゃってください、はい、もうちょっと色変わったらぐらいですかね、はい、さあ、だいぶ色変わってまいりましたよ。そしたね、そしたらこれを今日も入れちゃいます、
でここに赤ワイン1分の1カップ入れます。いっぱい入れたい人は1カップも何でもいいんですよ、入れちゃってくれて。もうじゃあ気分ですね。そうです、ここはもう。それでこれが3分の2ぐらいかな。それまで煮込んでください。じゃあ煮てる間にホワイトソースを私は作ります。はい、バターだけでなくオリーブ油を使うイタリア流ホワイトソースの作り方。まずは小麦粉を粉っぽさがなくなるまで弱火で炒め、牛乳を加えたら滑らかなとろみがつくまでよく混ぜます。ナツメグはホールをすりおろすと香りがより引き立ちますよ。あとは塩、胡椒で味を整えれば出来上がりです。ミートソースは煮えたところで野菜を取り出します。野菜は野菜でそのままいただくんですって。塩、胡椒で味を整えたらこちらも出来上がりです。煮詰まりましたね。煮詰まりました、もうほとんどこれで凝縮してますからね。うわ、美味しそうだなこれ。ちょっとだけ食べてみていいですか。はい、どうぞどうぞ。熱いから気をつけてください。うまい。酸味が飛んでますでしょ、はい、酸味も飛んでますし、何でしょう、別にバターも何も足してない、コクがすごい出てますね。あ、そうかもしれませんね、このミートソースとホワイトソースの相性楽しみですね。そうですね、いいと思いますよ、じゃあ、はい、これだけに、20分以上ね、休みましたね、この子、はい、そしたらこれ開けます。ほら、そうだ、しっとりしてるでしょ。しっとりだいぶ馴染んできてます ね、はいはい、これをだいたいこうちぎってこのぐらいの大きさにしていただきます、そしたら丸くしていただいて、ちょっと、すみません、なんか力作業やっていただいて。いいえ、やりたい。じゃあねじってねじって、ねじりはい、はい、そしたらここで、じゃあパスタマシンを登場させます。はい、お願いします。じゃんじゃん、こういうものです、パスタマシンって。これは生麺を打つときには絶対必要なものですね。そうですね、でこれをこうで、これで、そしたらこれで伸ばします、はい、こうやってちょっと平たくするんですね。平たくしていただいて、目盛りの一番太い、ここの間の太いのにします。目盛りの一番太く、でこれを回します。太い、そうするとね、はい、こういうふうに出てくるんですよ。それをね、こういうふうに2つに折ります。折ります。それでこういうふうに出てきたでしょ、はいはい、それを今度は横にしてください。90度回転して、それでこれでまた回します。はい、じゃあ縦横縦横、それでこれで回していただいたら、またこれを折ってまた入れます。お、 4,5 回かなやっていただいて、そうすると生地が縦横縦横になるのと、そうすると丈夫になるわけですよ。網目状にこう重なっていって、そうするとね、ほら綺麗な肌なんでしょ、ほら。本当ですね。すごく綺麗でしょ。また戻りたいな、こういう肌に。あららら。ね。そうですか。そうじゃないですか。今でもそうなんじゃないんですか、先生。いや違いますね。ぶっちゅったら入ったままです。それでこれからまたもう一段階、今度は真ん中にします。この。でまた回してください。あ、またやるんですか。はい、これを。はい。そうすると今度はちょっと長くなりましたでしょ。薄くなりました ね。あ、それはまずもういらない。もうこのままでいい です。このままで。それを全部やってください。全部、はい、そう、はいはいはい、いいと思います、さあ、そしたら、ね、じゃあこれで真ん中でしょ。で、ね、生バナのよ。もう一回やっていただきます。うち側のこう買ってるやつは大体これぐらいの厚さなんですけどね。でしょ、ね。そうするとね、これをね、一番薄くしていただきたい。これさらに薄くするんですか。はい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 。そうするとね、これだけ長くなんですよ、ほら。おわ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 、すごいですけど。ね。あららね、これまで伸ばしていただきたい。こんな薄いのでラザニアを作るんですか。そうするとね、すごくね、滑らかでね、食べてみると、皆さんね、やってみて食べてみると分かります、それは。ちょっと透けて見えるぐらいですもん、本当にもう。どれどれ見えねえよ。本当のこと言わないでください。はいはい。テレビ的な表現です。はいはいはい、
そしたらここに、はい、あのパスタウォーバーなんで、はい、あの卵が入った麺のことをパスタウォーバーって言うんです。パスタウォーバーって言うんですか。ウォーバーって卵って意味なんですけど、卵が入った麺はくっついちゃうので、はい、茹でるときにオリーブオイルを垂らしてください。どれぐらい垂らしますか。そうですね、10滴ぐらいでいいと思いますよ。結構少なめですね、はい。それで、お塩は大さじ1杯ぐらい入れてください。結構入れますね。あの、パスタを茹でる感覚だと思ってください。わかりました、大さじ1入れます、はい。それでそこにこれを1枚ずつ入れていただきます。もうこれぐらいの沸騰の加減でいいですか。はい、大丈夫です。そしたらこれパタパタパタとこうやって入れちゃってください、それでこれが浮き上がってきますから。あ、そしたらば、あ、ちょっと浮き上がってきましたよ。だから薄いから早いんですよ、これ茹でるのが、ね、それで混ぜちゃってくださって構いませんから。それも切れないんですよ、これ。こんな、あ、そうなんですか、こんな薄いのに、縦横縦横編んだ、編むようにやったので、生地が丈夫になって。そしたらばね、はい、ここに紙を引きます。はい、これをじゃあそこの間にじゃああのあれを入れておいてください。はい、これをこういうふうに引きます。おお、で水気を取りますからね。締まるでしょ、すごい締まりました。この滑らかなこと、ちょっとこれ気持ちいいですよ。皆さんに触らせたいわね。本当ですね、これ。そしてこれをまたこの上にこれを引きます。あ、そういうことなんですね。それで水気を取ります。なるほど。でこういうふうにねできますから。ね、それでこうやって置いとけばいいんです。あ、いいですね。うん、さあ、じゃあちょっとこの生地、はい、をこれから引きましょう。はい、でうちのラザヤネの器はこれです。じゃーん、できたでしょ。いいですね。それでここにあのオリーブオイルでもいいんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとコクを出すために、はいはい、バターをちょっと薄く塗ってください。そうするとちょっと生地が今度は焼き上がった時に剥がれやすいので。これでも先生かなり大きいですけれども。大きくていいんです。もうこの中心ドンでいいですか。ドンでいいです。それでこっち側もはみ出てほしいんです。こういうふうに。あ、こっちも。ええ。なるほどですね、これ。でね、はみ出すのをね、たくさん使いたいから、こういうふうにしましょうね。ほうほうほう。このぐらいにして、はいはい、それでこの辺で切ってください。おお、切るんですね。ええ、はい、切ります。ここ包丁、はい、いいですよね、大丈夫です。すみません。はい。で、またこのぐらい出していただいて、ここにこういうふうに引いていきます。はい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 。穴が開いたところは、はい、このさっきの余りのあったでしょ、はいはい、それをここに引きます。こうやって隠すの、混ざらないように具がはみ出ないように。ミートソースとホワイトソースと、そしたらここにミートソースをまず引いていただきます。おー、いっぱい。ここにミートソースですか。でこの端っこをかなりしっかりミートソースを引いてください、はい、真ん中だけって言うとさ、かわいそうでしょ。端っこの人は嫌だってことになる。そうです ね, ね。そしたらここにパルミザンチーズをパラパラパラと振ってあげてください。はいはいはい。もっとたっぷりと。いや大丈夫です、うん。これを横に引きます。はい、これでもあの生地も交互に編み目にしましたけども、うん、そうです。これもやっぱ編み目にこうやってるのが大事なんですね。うん、じゃないとあの結局あの切った時に混ざっちゃうんです。同じ縦にやると、うん、切った時に縦やっぱ縦だと隙間がどうしてもできちゃうと、でも縦横でやると隙間できにくい。さすが。でそこにホワイトソースを引きます。はい、おお、ここでホワイトソース。はい、じゃあ今度はホワイトソース。はいはいはい。これでもとっても手間のかかってる、愛情のかかってる料理ですね。そう、愛情がかかってますね。うん。うん、手間はね、そんなにあの分担すればそんなに大変なことではないんですけどね、はいはい、やっぱり愛情はこもりますね。でここにゆで卵を引きます。ゆで卵ですか。はい、ゆで卵。イタリアだとゆで卵入れるんですか。いや、これはねアドリアナさんのうちの特徴だと思います。でこれをこういうふうに切ってください、はい、でこれをこう並べてください。おお、ここにまたパルミジャーノとモッツァレラをちょっとちぎって、はい、ああ、結構細かくしていいんですね。そう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 。おお。そうすると均等に
溶けますでしょ。はいはいはい。でまたこれを今度はこっちに。あ、この縦ですか、それでこれは今度はみ出さないでください。これはみ出しちゃダメなんですね、ここははみ出さない。いいですね、こんなもん、いいですね、器がいっぱいになるまで繰り返し重ね、一番上はミートソースにゆで卵、チーズを振ったら最後にはみ出した生地に一工夫します。でこれを端からこうやって折っていきます、はい、こうやって。ほう、この見た目のラザニア初めて見ます、うん、持ってみてください、結構重いでしょ。結構重い。それでちょっと空気を抜いていただきたい。トントントン、そうそうそう、トントントン、はい、そしたらオーブンに入れます。はい、はい、失礼しますよ。5、4、3、2、1、はい、来ました。さあでは開けさせていただきます。ちょっとこれセクシーですよ先生、これほらいいですね。なんか頭が私似てるって言って買ってきたみたいですよ。そうなんですか。じゃあちょっと失礼して、はい、これパリパリのとこや気をつけてください、ね、このまま一回出しますね。はい、でその、持てます？あ、持てますけど、あ、ね、熱い。熱いでしょ？これ熱いですね、先生、これ。あ、ダメですね。熱いですね。いや、一瞬頑張りますよ。一瞬ここまで行きましょう。行きますよ。いいですか？せーの、大丈夫？はい、大丈夫ですよ。はい、熱い。これ、あれ、鑑賞用かもしれませんね。そうかもね。これね。ダメですね。こんな女の子、熱い目やってたら、そう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 、行きませんね。いやでもこの周りの織り込んだこの生地、いい感じが、感じがすごく素敵ですね。ちょっと見てください、これ。ここの焦げてる感じっていうのはいかがですか？大丈夫です、これ。大丈夫ですか？うん、その方がなんか焦げ目も美味しそうなうちですからね。味のうちですよね。焼き上がってるって感じでいいじゃない？そうですね。バッチリですね、これは。もう本当素晴らしいです。はい。アドリアーナさんから受け継いだひろこまんまのラザニアの出来上がり。香ばしく焼けたパスタは、この音、あふれ出すソースとチーズ、熱々のうちにいただきましょう。ではでは、お箸でどうぞ。我が家のイタリアンですから、はい、お箸で召し上がってください。いただきます。ナイフフォークはそのでも出したんですけどね、結局。でもお箸で、なんで出したんですか。そう、でもちょっとカッコつけたいじゃん。カッコつけたいですね、綺麗なこのミルフィーユ、この層がね、いいですよね。ボーノ、ボーノですよね、これはいいでしょ。これはいいですね、これでお酒が最高です、いや、ワインがよく合う、生地から作ったからこその美味しさですね。そうですね、じゃないとやっぱりまたこの食感が出ないしですね、赤身肉のうまさが油に邪魔されない、より凝縮して味わえる感じします、このラザニアは、はい、やっぱアドリアナさんが作ったのが世界で一番美味しいラザニアで、世界2番目とおっしゃってましたけども、僕もこれ初めて食べて、これは僕にとっては世界で一番美味しいラザニアになります。ちょっと作るときは2番目ですか。そうなんです、ね、そうなんです、僕がじゃあこう家族にも作ってあげたら、家族にとっては世界で一番のラザニアになると嬉しいなって。いや、それは嬉しいな、思います、この素敵な出会いを作ってくれたアドリアーナさんと、そして先生に乾杯、二人の出会いに乾杯、乾杯、チンチン、サルテ。